皆さん、こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。本日、私は北海道は洞爺湖温泉に来ております。4年ぶり、ただいま待っててくれましたか。ありがとうございます。この感じで1時間半よろしくお願いします。さあ、時間もないので早速始めていきたいと思いますけれども、本日第98回目やってんだよ。これ98回、市長八尾ちゃんの部屋、本日のゲスト狩野市長。コーナー行きましょうか。本日のお伝え、はい、まずは狩野市長を攻めてみたいと思います。はい、このコーナーからどうぞ。みんな、風呂上がりの八尾ちゃんの部屋へようこそ。いやいや、別に風呂入ってるわけじゃないんだけどね。なぜ私が今日今こうやってバスローブを着ているかと申しますと、まあ今日のオンエアを見ていただければわかると思います。なぜかしらわかると思います。いやー、でもね、4年ぶりの洞爺湖行ってまいりましたよ。楽しかったね。やっぱりね、天気もね良くて、金曜日に入ったんだけど、金曜日はちょっとね、雨が降ってて、夜中もね、結構いい感じで降ってたのよ。で、うわ、やっべえなー、ひょっとしたらパレードできねえかなーとかって思ったんだけども、いやー、当日はちゃんと雨が上がりましたよ。よかったです。そして公式発表が一応6万8000と、入場者数、参加者が。なんだけど、今回ちょっとボラティアスタッフ、ボラスタがちょっと初めての人たちが多かったらしくて、であまり入場をきちんと測ってなかったんで、その6万8000より多いと思いますっていう、だから7万から8万ぐらいはいったんじゃないかと、多分、過去最高の動員数いったんじゃないかっていうふうに、事故委員長言ってましたけどもね。いやー、でも楽しかったですね、やっぱりね。ただね、なんか更衣室がなんか混んじゃって、なんか更衣室に入ってから顔を作ったりとか全部は最初からやる人が多かったらしくて、それやると更衣室がやっぱ限られているので、それがねちょっと時間かかっちゃうっていうんで、更衣室がちょっと混んじゃったらしくて、できれば各自ホテルの部屋でメイクアップなりなんなり全部ある程度全部作ってからで、更衣室に行ってそこで着替えてっていうような段取りをやっていただけると、なんかもっともっとスムーズにこう回転したらしいんですけどもね。そこら辺はまあちょっと実行委員も考えるらしいんですけれども、皆さんもそこら辺、考えながらやっていただきたいと思います。まあ再来年みんなで盛り上がりたいと思います。でも4年ぶりどんな洞爺湖だったのか、まずはこちらからご覧いただきたいと思います。どうぞ。おはようございます。何年ぶりだ4年、俺ら4年ぶりか。おはようございます。おはようございます。お疲れ様です。よろしくお願いします。すいません、会議に失礼します。もう戻ってきました。ありがとうございます。
いやゲストの狩野師匠、まあ、今回本当に初対面で、あの空港が本当に初対面だったんだけど、その前になんか、スタッフはよく知ってる連中だったんだけれども、いやなんか狩野師匠から連絡があって、スタバにの、新千歳空港限定、そこしかないあのフラペチーノがあるんで買ってきてくれってなんか言われたっつって、なぜか俺がパシらされて初対面で俺にパシらせるかみたいな、なんかね偉そうだったんだよ。嘘あのなんかね、ホワイトチョコレート&エスプレッソっていうのが普通ドリンクと、氷のあの砕いたやつと両方あったんだけど、一応あそこの空港から洞爺湖まで車で移動したんだけど約2時間弱、うん、それもねいろいろあったんですよ。人数ある程度いたんでタクシー2台で行って、片っぽ仮の将軍と八尾和樹チームと2つに分かれて乗ったんだけれども、なんと俺の方は普通だったら高速でバーって行くらしいんだけど、それは遠回りだからっつって、しかもなんか洞爺湖、洞爺湖までですか、じゃあちょっとガス入れさせてくださいって言われて、運転手さんがで、ガス入れてから下で行きますからって言って、早く着きたいんですけどって言ったらば、いや実はこの時間帯っていうのは別にそんな変わんないんですよって言われて、でしかも高速料金も金曜日平日は高いからっていうんで、下で行った方が早いし時間もかかんないし、お金も安いと、だいたい3000円ぐらいは安いんじゃないですかって言われて、実際についてみたらほぼほぼ変わんなかったんだよな。そうですね、5分10分、うん、ぐらいしか時間的には変わんなくって、しかもお金がなんと1万円ぐらい違ってたっていう。1万円ってぼったくりだよな。ぼったくりバージョンっていうな、ちょっと一瞬焦ったんですけど、だから、来年はちゃんとやっぱ行きは下で行って、で帰りはね、日曜日は土日は高速料金安いから帰りは高速の方が早いですよって言われて、そういうふうな学びました。4年待ってですね、学びました。というわけで、いきなりパシらされたという話だったんですけども、まあコスプレのねイベントですから、どんなコスプレがいたのかこちらの方を、あごめん、その、フラペチーノの画像俺がパシらされた、どうぞ。これあのね、これ両方同じもんなんだけども、本当にね、2時間ぐらいかかるからフラペチーノの方がいいかなと思ってフラペチーノにしたんですけども、でしかも言ってくれたのがエスプレッソをプラスすると美味しいですよってなんか店員さんが言ってくれたんで、全員分1プラのエスプレッソを足してやったからすんごい美味しかった。こんばんは、初見です。だって初めましてなんだ、よろしく、いつもこういう格好でやってるからよろしくね、飽きれないでね、最後まで見てよ、なんかポチッとしてね、最後まで見る。もうだって会員限定のところいろいろあるから面白いから、これは本当に皆さんぜひぜひ。でまあ時間の都合上、取り高がいっぱいあって時間の都合上泣く泣くカットして今日はオンエアしますけれども、後日ちゃんとノーカット版でオンエアしますからね、ぜひそちらの方も楽しんでいただきたいと思いますけども。というわけで、パシらされたという話でした。だからあいつは大物です、意外と。というわけで、どんなコスプレイヤーがいたのか皆さんこちらご覧いただきたいと思います。どうぞ。
ねえ、いろんなキャラがいましたけれども、あのワンピとか俺が知ってる作品だけじゃなくて、シティハンターとかね、あの知ってるキャラじゃなくて、もう本当は最近のなんかね、新しいちょっとマニアックなのが多くてですね、もうどの何の作品の何のキャラかっていうのはもうほとんど分かんなかったですけれども、あの亀仙人、あれは町長さんね、洞爺湖町の、うん、みたいな感じで、ああ本当街ぐるみでもあのコスプレを楽しもうっていうイベントなんで、もう本当にね、あの懐かしい、なんだっけ、シティハンターのあの汽車での海坊主もいたしね、であといろいろこう音楽をね、かけてくれてるんですけれども、いや最近のやつ楽曲だって全然わかんないもん、打ち込みで。でだからあのワンピの曲とかシティハンターの曲とかがかかるとホッとするというね、俺とか神谷さんがホッとするっていうね、でもやっぱあの本当進化してるなと思いましたよ、みんなのコスプレも。いや本当に楽しみだな。でね、クオリティが高い。昔はさ、なんかもう、わ手作り感満載っていう人が多かったけど、もうえこれ自分で作ったのっていう、もうなんか業者さんに発注したんじゃないのっていうようなクオリティの人たちが多くてね、もうほとんどびっくりですよね。いやだからもうこれはどん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 進化していくと思うので、毎年毎年楽しみですけれどもね。さてそれでは、八百ちゃんの部屋の登録の模様を、ゆっくりとご覧いただきたいと思います。どうぞ。お兄ちゃん。はい。お姉ちゃん。嘘。ダメ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 よ、ダメダメ、嘘はダメ。すいません、あの言うの忘れてました。あ、ちっちゃいお子様は耳を塞いでください。こういう番組なんですよね。すいませんでした。この子のコーナーはですね、はい、まあ、一問一答というか、はい、あのイエスノーで、答えていただきたいと思いますので、はい、まずイエスノーをだん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 とお願いしたいと思います。了解しました、はい、イエスかどうかですね、はい、じゃあ質問の方行くからお願いします。はい、スクリーンの方にも映りますでしょうか、はい、映るかな、映します。はい、はい、それでは早速参りましょう。嘘はダメよ、はい、その1、はい、ウィキの愛称多すぎ。ウィキの愛称多すぎ、イエスイエス、はい、じゃあ2、はい、次の嘘はダメよ、はい、何が出るでしょうか。バク転は今でもできる、できる、これはイエス、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 あー難しいところだ。じゃあどんどん行きましょう、はい、3番、はい、はい、番組で覚えた手品プライベートで使ってる。おー、ちょっと笑ってますね。プライベートで使ってる、プライベート、これは一部イエスです。一部イエス、イエス、はい、気になるところですね。じゃあ次4番、はい、4番は何でしょうね。東京リベンジャーズの地冬が決まった時、大騒ぎだったよ。あ、イエス、あ、自信を持ってイエスさん、トップオフに来てらっしゃる方々ありがとうございます。さあ、そして5番、アニメの主役を演じるのは夢である。イエス、イエスばっかりですね。イエスはやってます。さあ、そして最後6番、はい、最後は何でしょうね。モノマネは任せろ。モノマネは、あ、まあ、イエス。あ、イエス。全部イエス。全員イエスですね。全部イエスでした。そうですね。まず、じゃあ1問目が何だ、はい、1問目で、ウィキの愛称多すぎ問題。これ、ウィキペディアを、はい、あのちょっと見させていただいたんですが、はい、あのウィキペディアに、ニックネーム、うん、愛称って書いてあって、はい、ショパン、はい、カーリーさん、はい、カリノ君、あ、カリノさん、はい、ショウ君、はい、ショイノさん、あ、はい、
処理のか、ありますね、処理のか、あと翔ちゃん、こんなに呼ばれることある？本当に各世代の方々でこうバラバラになるんですけど、年代順、そうですね。でショパンっていうのが僕この声優業界に入って初めてつけてもらったあだ名だったんですよ。アイドルマスターサイド M って、その作品で、初めてつけていただいたのがショパンだったんですね。なんでショパンになったのかはちょっともう覚えてないですけど、今日のちょうどパレードでも最後に僕の紹介の時に流していただいた、の歌がそのアイドルマスターサイド M の、コンテンツの、曲でございまして、その時にこうつけていただいたんですよね。で、処理のカーは多分処理のカーから説明した方が早いんですけど、まあ、狩りの書をひっくり返して処理のカーになったわけなんですけど、これは中村修吾君って、すごく仲いいんですけど、中村修吾君が勝手に言ったんです。ツイッターで勝手に言ったんです。今日処理のカーと飯食ってるみたいなツイッターでポロッと言ったのがもうダーッと広がって、ショパンという大事なありがたい最初のあだ名が書き消され、処理のカーの方が出るようになりました。で、そうするとそこから発生するわけですよ。処理のさんになるんですよ。処理のさん、処理っていうあだ名が残っていって、処理のさんの方ですね。あ、そうなんだ、いや、一番多いのは今は処理のさん、処理のさんと、翔ちゃん、翔くん、翔ちゃんはそれこそ僕バーをやってるんですけども、兄貴と同じファルゾーニータウンで、バーの、店舗を構えているんですけれども、そこでファルゾーにつけていただいたファルゾーという悪魔がいるんですけれども、そのファルゾーにつけていただいたあだ名が翔ちゃんなんですよね。でも処理のカーいいやん、白をつけたら。そうです、処理のカー、そうです、深くにも僕も気に入ってるんですよね。意外といいよね。そうなんですよ。皆さんも今度から処理のカードよろしくお願いします。よろしくお願いします、でも間違ったのに、おー処理のカー、処理のカー、処理のカーってちょっと長いから、だからそのうちカーになってくるかもしれないですね。カー、カー、カーですから、というわけで2問目、バク転は今でもできる？バク転は大体いつ頃できた？確かにこれは、中学で機械体操をやっていたので、僕が小学校の時にすごく大活躍していたのが、池谷優香選手がオリンピックで銀メダルを取ったやつだったかな、ゆかで、で跳馬で銀メダルだったかなっていうのがあったんで、僕体操をやりたいっていうのが夢があったんですよ。それはたまたま上がった中学に体操部があったので、でバク転ができたらモテるだろうということで、モテるの、バク転をやってる時だけモテるんですよ。不思議ですよね。次の日にはもうみんな忘れてるんですよね。そう、ひそかにモテてましたよね。いや、いや、言わないだけでね。いや、本当はね、やってもらおうかと思ったけど、ちょっと普通見たら、あんまそうだからやめてみます。万が一、親子でね、自分が落としたら、シャレになんないので、今日はね、本当はやってもらおうかと思ったんですけど、やめていきましょう。はい。ね、先日から。一番キンキンでやったのが、もう4年ぐらい前です。イベントでやったんですよ、それこそ。この4年は長いよ。長いですよ。この4年で蓄えたものがありますからね。ね、今でもできるのかちょっとわからないですけども。ね、はい、というわけで、機会があったらそのうちね。そうですね、はい。ちょっと練習してから来ます。はいはい、ちょっと優しい床になってます。そうですね。深くなるやつ。はい、さあでは次が3番、はい。番組で覚えた手品、プライベートで使っているの？このプライベートで使ってるっていうのはちょっと意味深なんだけど。そうですね。飲んだ時に使うとか、飲んだ時とか、まあでもどんなマジックを、でもマジックいろんなのをやってて、もう4年ぐらい、そのバーやってるんですけど、マジックバー、カリムショーっていう、バク転は最後に、そうですね、その後からマジックって言ったんですけども、たったこの一部やってますっていうのは、覚えてないからなんですよね。やったやつをどんどん忘れていくんですよね。あ、でもそういうもん、そうなんです、ペガってそういうもんだよね。だから本当にキンキンにやったものか、すごく印象に残っているものとかしか覚えてないんで、だからこうバーとかに行ってこのマスターとかに「ショックやってよ」みたいな、「なんかマジックやってよ」って言われた時に、やれるものが限りなく少ないので今日なんか皆さんの前でセットできるなんかいいんですか？あ、本当に？ちょっと今日用意しておりますよ。それじゃあもう用意してるってことじゃん。ありがとうございます。少々お待ちください。こちらの
こういう、ね、これもあのただのダニみたいなものです。あのなんとかマートのやつ、はい、コンビニのなんとかマートの、あ、セイコーマート の, あのコーヒー の, あの入れるものなんですけど、北海道限定のマジックです。これにコーヒー、まあ、あるいは飲み物を入れて飲むよってなった場合、何かが足りないと思いません？これだけだと中身が入ってないのは置いておいてですけど、うん、ストロー、そうなんです、ストローがないじゃないですか、うん、なのでストローを、まあ、出すわけなんですけれども、こういうの飲むってなったら、やっぱこのストローがこうあると、やっぱ、うん、たまにあるじゃないですか、このコンビニとかで、うん、あのなんだよってストローねえじゃんとか、うん、そういうのあるじゃないですか。なのであのストローを用意しました。ストローが、このようにストローが、おぉ、びっくりしたーって参りました。これで、もしよろしければ、兄貴、このストローで、わ、硬い、え、飲んで、硬いじゃん、しっかり、ちゃんとしたストロー、もうあのさ、紙のストローいらないんだよ、俺。いや、環境的にはね、言えたことじゃん、これぐらい硬い方がいいな、スタバもこれにして、そう、飲むから、俺。これあれですか、あのメビウス潰すぞの時に使えるやつ。そう、そうですね、もしかしたら上等上等って言いながら、バジさんが持ってたものと同じかもしれないですけど、ありがとうございます。素晴らしい、すごい。それでは次のコーナーに行きたいと思います。次のコーナーはこちら、ちっちゃい子は耳塞いで、説明しますですね。説明せんでいいし、はい、というわけでアンケートのコーナーなんですけれどもね、はい、アンケート答えていただきました、はい、アンケートに答えていただきます。それも出ますか、スクリーンに出ますか。事前にアンケートに答えていただいて、はい、そう答えました。で、この中から、はい、正解が1個だけあるということで、はい、それを俺が当てるという。皆さん知らないんだ。あ、おいしい、正解知らない。じゃあみんなで一緒に、ね、考えながら進めていきましょう、はいはいはい、アンケート最初の問題という方でいいかな、はい、問題です。最近失敗したことは、はい、はい、ね、こちらの選択肢を全部、うん、あの僕が作らせていただきまして、うん、1個だけ正解という、うん、あとは嘘エピソードという OK です。どれでしょうか、はい、まずワインオープナーが見つからなくて手刀で開けるチャレンジをしたらワインボトルが粉々になった。街で手を振ってくる人がいてパンかなと思い手を振り返したら後ろの人だった。恥ずかしいね。ぼーっとしすぎて気がつけば歯磨き粉で顔を洗っていた。すんごいスクラブ。遠征先にコンタクトもメガネも忘れていった。だいぶちょっと全部割れてます。歯磨き粉で、ね、顔を洗ったら半端ない、一発で目覚めるな。そうですね、スースーするんで、ね、それはね、はい、でもねえだろ。歯磨き粉ない、うん、やっぱあの手刀でボトルっていうのも、はい、粉々になったら大変じゃないか。いや、もうピシッとやったら鍛え方がね。そうなんですよ、割れちゃった。でも本当あのワインオープナーが見つからないときって困るよね。まあ、そうですよね、うん、最後イライラしてあのコルク全部ぐちゃぐちゃにして、そうそう、茶こしでこうやって注ぐっていう。ああ、やったことあります。そうなんですよね、だからぐちゃぐちゃにしたこのコルクがこう中に入っちゃうんですよね。そう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 、よく地方でやるよね、うん、あ、じゃあピンときてますかワイン、え、人が違う。でも人があるが違う。人がいる、で、街で人を振って、はい、街で手を振ってこれね、はい、これもあるよね。ああ、よくそしたらっていうね、これじゃなくてチーンっていうね、なんかそういうのよくあるけど、ね、新宿でよくありますか。人が多いしね。でもね、いや、なんか俺は4番のこの遠征先にコンタクトメガネを忘れて、あっていう、とんでもないことですよね。うん、全くの遠征先でしょ、うん、っていうのが一番
恋かなと思ったけど、両方ないと何も見えないから。うん、確かに。まあでも普段のやつをどっちかつけてたっていう。うん、あ、難しいな、これ。難しいね。あ、でも街にそこ。はい。街、はい、で。あ、違う人だった。違う人だった。はい。間違いですか。正解は。正解は。遠征先にメガネもコンタクトも忘れてったりした。はい。でした。これはどうしたの？これは焦りましたね。名古屋に行った時だったんですけど、あのもう本当に名古屋に行くのがもう楽しみすぎて荷物をバッと入れたら、一番大事な目の、うん、目めちゃめちゃ悪いんで、うん、そのグッズを全部忘れてきたんですよね。でしかもそれに気づいたのが夜あのホテルに着いて寝るっていう時に、まあ、お風呂入る前にコンタクト外した後に気づいたんですよ。わ、僕ワンデーなんですけど、外してポイする前に気づけば何かにポイ浸せておけたんだ。それもできないっていう。カッポピカピになっちゃったんで、わどうしようと思ったら、たまたま次の日入り時間が遅かったんですよね。で、うん、待てよと、うん、名古屋にはアイシティがあるんじゃないかと思ってまして、おアイシティで買ってるんですけど、あの名古屋のアイシティ検索したらあったんですよ。でそこにザーッと行って、あのすいませんと、僕は基本的にアイシティで買い物を買ってるんで、ね、うん、ですけどここでコンタクト売ってくれないでしょうかっていうので、うん、なんとかそこのお店でコンタクト買わせていただいて、うん、乗り切ることが、じゃあちゃんと見えたままで、うん、そうですね、よかったですね、とかやりきりましたね。で目見えなかったら台本読めないもんな。そうなんですよ、すごい 0.08 とかしかないんで、ラガンが 0.07 とか 0.08 とか。うわぁ、それきついなぁ。へぇ、すごい。でも、各カバンにコンタクトは常に入れてるんです。何があってもいいようにっていう。あ、一番あれなのが、カバンを変えた時に忘れちゃうんで。そうなんですよ、忘れちゃうんで、使う可能性のあるカバンには全部忍ばせてるんですけど。それいいね。じゃあ第2問、はい、はい、じゃあ第2問いきましょうか。2問目、これって私の癖というですね、アンケートです。選択肢、嘘をつくとき右の眉が上がる。次の選択肢、私はあなたによく聞くの、私のこと好きって書いてるの。そう3番目の選択肢、あなたは好きだよと答えるの、右の眉を上げながら。ああ、はい、うん、最後です、ズボンのチャックが閉まってるか確認しがち。それだと思います。早い早いよ。あの全然あのおもろくなかったらブーって言っていただけた。皆さんからちょっと見えないかもしれないんですけど、はい、さっき の、 あの袖にこう隠れるとき、はい、必ずこうやってなんか変わってました。これは見逃さなかったからね。というわけで正解は何番でしょうか。正解は、4番、ズボンのチャックが閉まってるから確認しがちです。上の実はもただの部屋とワイシャツと私でございますそうなんですよ、ズボンのチャック、これ開けっぱなし事件が結構多いこれはね、うん、なんかもうやっぱ何かしらの、でもあからさまにチェックしてるのがあれじゃないですか、うん、だから結構これであのスタイリッシュにこう来るんですよね。ああそれがスタイリッシュかどうかわかんないですね。出る前にシュッていう感じの、で行くという、これが僕なりのかっこいいだと思ってはいます。技ですね。皆様のこのチェック、ズボンのチャックのチャックチェックですね、このコツちょっとなんかあったら教えてもらいたいですね。俺はこうやってるみたいな。いやもう自分でも何気にこう本当にそれこそこうやってながらふーって回りながらこうなんかターンスタイルですね。いやいやね、私お腹かくふりする。え、お腹をかくふりします。あ、女性ってね、あ、まあ、そうスカート履くことあるから真ん中に一着あるとは限らないじゃないですか。そういう時とかにこう信号待ちとかになんか、うん、で腰とかかくふりしてこのままチェックしたりとかする。大体空いてる。それいいですね。お腹かゆいふりしよう。でも男性の方だとお腹でちょっとしたあんまりかゆいじゃない。あ、めっちゃまずいですね。というわけで、この模様はですね、7月の3日に放送されますので、それに合わせた、そして言っていい
はい、告知がありました。あ、言っちゃいけないことは言わないでくださいね。はい、じゃあ言っちゃいけないことを、はい、まずここは編集点を作っておいてみたいな、言っちゃいけないこと、言っちゃいけないこと、はい、あれですね、ここの公開収録自体は7月3日の放送ですね、はい、なので7月3日の方ではもう終わってはいるんですけれども、うん、今リアルタイムだと、週明けの6月27日、火曜日に、ヘロヘロキューカンパニーさんの、舞台があるんですけど、関東勝さんの主催の舞台ですね、はい、でそちらにゲスト出演させていただきます、はい、ありがとうございます、まあ、ステッセの、新宿ですね、新宿の大きい劇場で、初めてヘロQさんに出させていただきますので、もろもろいろんな、ご都合がよろしければ、平日なので、ご都合がよろしければ足を運んでいただけたら幸いでございます。はい、でしたあとあれですね、最近発表になりました東京リベンジャーズ、天竺編、そちらが10月から放送スタートということが決定発表となりましたので、皆様引き続き楽しみにしていてください。はい、そしてカリバーもよろしくお願いします。8月は、8月はあ、そう、じゃあれですね、僕の先ほど高い衣装を買ったっていうのがあるんですね。笹翼くんのお世話になっていかに行くっていう、イベントが、ございますので、そちら下北だったかな、下北沢ですね、そちらでありますので、ツイッター等々で、発表させていただ告知をさせていただきますので、チェックの方よろしくお願いいたします。はい、はい、というわけで、俺からも一つ言わせていただきますとですね、8月の11日、うん、に、山の日かな、海の日か、山の日、海じゃないですか、まあ、勝手に思ってるけど、8月の11日に、はい、去年おととしかやらせていただいた映画ヒーロー・ザ・ファイナルっていう特撮映画の、監督っていうか、もともとスーツアクターの方がですね、監督をやったヒーロー・ザ・ファイナルっていうのがあるんですけれども、それの、ファンミーティングということで、茅ヶ崎のちょっと湘南なんですけども、ちょっとだけ遠いからちょっと興味がありますけれども、その茅ヶ崎でファンミーティングをやりますので、ぜひ、来られる方は来ていただきたいと、そして夏を感じながらヒーローを感じていただきたいなと思います。どうもよろしくお願いします。詳しいことはツイッター等でまた告知しますのでよろしくお願いします。そしてですね、次回の放送のことは7月3日のオンエアで生でお届けさせていただきますので、8月の8日、決まっております。よろしくお願いしたいと思います。ゲストはここだけの話、片津由美です。おー、はい、静香ちゃんですね。そうです、はい、静香さん、お風呂に入っていただきたいと。お風呂に入りながら語りたいかなと。もしかしたらマイクじゃなくてシャワーヘッド持って出てくれるかもしれない。いいですね、八尾ちゃんの部屋じゃなくて八尾ちゃんの風呂と、風呂ですね、はい、いうことでやらせていただきたいと思いますのでね。というわけで、東洋でやらせていただきましたけども、最後どうだったでしょうか、八尾さんの部屋。いや、皆様ありがとうございました。仮の賞でございました。いや、初めての東洋ということで、非常に楽しみに来たかも、僕が予想していた何倍もこう楽しい、イベントで、皆様といろんな形で触れ合うことができて、本当に嬉しい、楽しかったです。そして、大先輩の八尾さんとも、こうしてイベントで、させていただけたので、もっとここからちょっといろんなお話を聞きたいなと、お芝居のこととかも、この後もちょっといろいろ聞かせていただけたら嬉しいななんて思いつつ、今日をきっかけにいろんなことを八尾さんからも教えていただきたいなと、僕はこそに思っております。まだまだたっぷり時間がありますからね。そうですね、はい、でですね、僕ここに来たらどうしてもやりたいなと思っていたことがあったんですよ。ちょっといいですか、お時間いただきましても、それではお願いいたします。おめでとう、おめでとう。
誕生日おめでとうございました。おめでとうございます。6月17日、はい、お誕生日でございまして、はい、ですので、こちらまさかすごいびっくりした顔してる。私とファルゾーからお誕生日プレゼントを用意させていただきました。マジでおめでとうございます。ありがとうございます。いや本当にちょっと今めちゃくちゃ鳥肌立ってるありがとう、はい、すいません。よろしければこう開けていただいても。はい、マイクになってます。あ、いいですか。じゃあ開けさせていただきます。はい、言っとけよお前サプライズにしたかったんですもん。大成功ですね。ありがとうございます。すみません、ね、これはあそこを行きますかね。こっちがいないか、きっと八尾さんに似合うかなということで。俺は、はい、ひょっとしてなんかいろいろとお、バスローブ。はい、どうですか、ちょっと触っていただいて。おー、似合う。ありがとう。はい、よかった。めっちゃ似合う、かわいい。そうなんです。ありがとう、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。すみません、今晩の今晩タオル。そうなんですよ、今晩のタオルだと思ったらバスローブっていう。いや、今晩のバスローブ初めてですね。ああ、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、以上、98回、父親おちゃんの部屋、本日のゲスト、神野翔でした。神野翔でした。ありがとうございます。次回、お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。と、まあ、こういう風な流れで、このバスローブをいただいたわけですよ。ありが、本当にありがとう。いやーもう、やら、してやられたよ。これはもう本当に知らなくて、びっくりしましたね。いや、今も言ってたんだけど、開けるのに手間取っちゃって、もう、もう手が震えて、もう、あ、お似合いです。ありがとうございます。それから、なんとか師匠を来とるとか、ザルバ師匠ですね。ザルバ師匠っていう方が。マジシャンの、あの師匠です。ああの、翔ちゃんの番組の監修で入っていただいてる、あの、なんか、あの、スマホでやってくれた人。あ、ありがとうございます。どうも、あの、ぜひぜひ、あの、最後まで楽しんでください。どうもありがとうございました。いや、あの手品びっくりしましたよ。ありがとうございましたね、まあ、こうやって、サプライズで私の誕生日をやっていただきまして、どうもありがとうございました。で、いつもこの番組をね、ご覧の皆さんは分かってると思うんですけども、必ず、この番組一番最初にですね、メールを、いくつか紹介するんですけども、必ず一番最初に、紹介させていただくブヒブヒさんからいただくメールがあるんですけども、必ず何かしらの、線状降水帯がちょっとね急に出てきたりとか、危険な日々が続いてますが、そんな日々に、ちょうどいい質問を思いついたので、メールしました。狩野翔さん、あなたの今日のパンツの色を教えてくださいっていうね、今回それを忘れていたので、ここで、さっき、LINE したらですね、当日何を履いてたかって聞いたらば、当日は虎のイラストが散りばめられたピンクのパンツだそうですあの日狩野翔はピンクの虎柄のパンツを履いていたそうです。一応ご報告させていただきますというわけで、いや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 、これで
次は何行くんだっけ。今日台本通り行かないとね。ちゃんとだ、次はいたしゃか。そうです。はい、コスプレだけでなくてですね、この洞爺湖のイベントには全国からいたしゃがいろんなところから来てくれてですね、みんながこれだどうだどうだっていう自慢大会が始まるんですけども、その模様をちょっと皆さんご覧いただきたいと思います。こんないたしゃ来てました。どうぞ。なんとボンちゃんを見つけてしまいました。今日はどちらからお越しで。札幌市から来てます。札幌市から。はい、この後は八尾さんのもちろんです。ご参加。もちろん参加します。そのためのこの格好です。なるほど、すごいクオリティですね。ありがとうございます。これは八尾さんにも注目していただけるじゃないでしょうか。前回のですね、八尾さん、はい、八尾さん来ていただいたときに最後八尾さん賞いただいたんですよ、ね、あ、本当ですか。そう、なんで八尾さんからもサインもらって一緒に並んで並ばせてもらったので、はいはい、覚えててくれたら嬉しいなと思ってるんですけど、まあそれはまあさすがにね難しいかなと思ってるんですけど、まあ、でも今日はそれ狙いですね。それちょっと少しだけ、少しだけ。わかりました。最後じゃあ八尾さんに一言、はい、メッセージお願いします。八尾さん、また洞爺湖に来ていただいてありがとうございます。またこの格好で、お会いしに行きます。よろしくお願いします。さあ、いろんな軍団にインタビューしたいと思います。先ほどね、翔ちゃんに会って感動されておりました。はい、ちふゆ、こちら、こちらはあ、さっき合流した何のキャラ。マーベルのスカーレットビッチ。はい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 、そして前の山田兄弟。あ、何郎でしたっけ。一郎。そして大の大冒険のマム、まあまあ、改めまして、翔ちゃんにちょっとメッセージを。はい、狩野さんが来るっていうことで急遽、こちらの衣装を着る予定はなかったんですけども、衣装を用意しました。お会いできて本当にもう帰っていい。もうあれですね、もう自分のイベントは終わった感じがするんですけども。まだありますよ。はい、本当に会えてすごい幸せです。お写真も一緒に撮っていただきありがとうございました。はい、この後イベントありますので、もし、はい、ありがとうございます。参加お願いします。はい、ワンピースチームを発見いたしました。今日はどちらから。あ、地元の伊達です。地元の方。はい、伊達から来ました。苫小牧からで。苫小牧。まあ、分かりますけど、一応何のコスプレか一応発表して。ワンピースフィルムレッドで、歌です。歌ちゃん。はい、ルフィです。ルフィ。サンジです。いい眉毛してますね。眉。いやー、この後八尾さんと、まあ、リベンジャーズのね、はい、チクイやカリドさんがイベントやられますが、はい、お二人にメッセージをこう一言お願いします。いいよ。あ、何時いつも見てます。これからも応援してます。よろしくお願いします。ではこちらの4名インタビューしたいと思います。
今日はどちらからお越しで？札幌です。札幌、札幌です。札幌、同じく札幌です。みんな札幌です。皆さん札幌で、はい、なるほど。今日は何のコスプレをされてるんですか？原神という、原神インパクトっていうゲームのポレイというキャラクターやってます。はい、はい、キンカムの白石です。白石、はい、ツイセットワンダーランドのフロイドのポートフェスっていう衣装をやってます。あ、ワンピースのローです。ちゃんと指まで入れてきました。最後お二人に向けてメッセージを一言お願いします。私なんか思いの丈があるあ、いや、ない、いや、ま、あの狩野さんにはあのサイド M でもお世話になってます。いつもありがとうございます。2人ともいつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。最後いいですか？せーの、いやワンピース大好きです。さあ、ワンピースチーム見つけましたんで、こんにちは。今日はどちらからお越し？兄弟で京都から来ました。京都から、はい、わざわざありがとうございます。こちらこそ毎年ありがとうございます。はい、これは、まあ、何の衣装か一応説明お願いします。ワンピースのサボが変装したルーシーです。サボが変装したルーシー。はい、そしてコアラです。いや、いいですね、かわいらしい。そして見てください、この腹筋、本物ですか？これは本物です。すごい腹筋でございます。スポーツなどは一切やってません。やってなくて、これコスプレのためだけに鍛えてます。素晴らしい、コスプレイヤーの鏡。はい、それでは最後、矢尾さんと直遊役、狩野翔さんに一言メッセージお願いします。通り部もワンピースも応援してます。スーパー。はい、またしてもワンピースの方見つけましたのでインタビューしたいと思います。はい、今日はどちらからお越しで？今日は札幌からです。札幌から、はい。まあ、一応何のキャラか教えていただけますか？はい、これはワンピースのコラさん。コラソン。コラソン。はい、いいキャラですよね。あ、そうですね。じゃあワンピースのフランキー八尾さんが、はい、見てますので、はい、一言メッセージいただいてよろしいでしょうか？はい、ワンピース愛してるぜ。はい、見つけました、リベンジャーズチーム。今日はどちらからお越しで？函館から来ました。函館から。函館から、はい、なるほど。まあ、分かりますが、一応何の衣装か発表をお願いします。はい、東京リベンジャーズの副総長のコスプレをしてます。ドラケンです。ドラケンです。はい、エマちゃんのコスプレしてます。エマちゃん、そしてなんと直遊大好き、いいですね。今日はゲストにね、直遊役狩野翔くんが来てくれてますので、一言メッセージをお願いいたします。会えるのがとっても楽しみです。アニメ楽しみにしてます。いやー、いろんなキャラいましたね。そしてまあ、いたしゃもね、あの、ボーイズラブ系のいたしゃっていうのも最近あるの？中にはそれは、まあ、堂々とね、BL ももうだってそういう意味じゃね、社会的地位を得てる作品だもんね。いや、でもあのちらっと映ったあのアメリカかどっかのパトカー、あれすごいよね。いや、子供大喜びでしょ、あれば。それで、あのおまわりさんもなんか調子こいてサイレン鳴らしちゃいけないのに鳴らしちゃって、すげえ後で怒られたっていう。おまわりさんが怒られたっていう。意外とね、おまわりさんもね、みんなあのスマホでこうやって俺らのことを撮ったりとかね、本当和気あいあいとしてるからね、このイベント最高なんですよ。もう最高、本当に、楽しんでいただけたでしょうかね。で、そろそろ、あ、もう50分じゃん。お別れの前半、お別れの時間なんですけれども、ここでもういいかな。後半はね、本当にあの盛りだくさんですから、またまた今回初の試みのコーナーもありますからね、そちらの方もご覧いただきたいと思います。それでは、次回の告知させていただきたいと思いますけども、次回はですね、8月の8日火曜日、8月の8日火曜日だ。これもさ、今ほら言っちゃいいことと悪いことっていっぱいあるから、この現場でさ、あれ今言っちゃいけないんだっけ、どうだっけ、え、いいんだよなとか思いながら、きちんと言えなかったんですけども、8月の8日火曜日21時からゲスト、かかず由美、
来月もこのバスローブやろうかな。で、静香ちゃんにはね、お風呂に入ってもらうっていう感じで、あのちっちゃいプールみたいなに2人で入ってやるっていうね。もう結構8月8日暑いもんね。うん、結構いける。断られるだろうな。というわけで、8月8日火曜日21時から、ゲストは書かずゆみです。そしてですね、ごめんなさい、さっきオンエアでも入れてさせていただいたんですが、8月の11日ヒーローズファイナルのファンミーティングがありますね。新しくきちんとしたのが来たので、ちょっとこれちらご覧ください。どうぞ。8月の11日金曜日ですね、休みだと思いますけれども、15時から17時と18時から20時30分ということで、ね、ちょっとお金がね発生してますけども、スタジオ1という茅ヶ崎で、駅から割と5分弱かなぐらいのところなんですけれども、こちらでですね、この4人のメンバーで、イベントを行いますので、もしお時間ある方、ぜひぜひ、生の八尾和樹、そして、吉岡君とかですね、監督の八生さんとか、あとスーパーバイザーの鈴村監督とかですね、4人と生でお話をしてみませんかということでした。ということで、しばらく5分ほど休憩をさせていただいてですね、後半に移りますので、皆さんぜひぜひ後半も楽しんでいただきたいと思います。後半ポチッとすれば、楽しいコーナーがいっぱいありますよ。というわけで、しばし休憩です。ではまた。本日のゲスト、94回八尾ちゃんの部屋、金丸純一。どうもこんばんは。今日は暖かかった ね。でもなんか野球もなんか、すごいフィーバーで。そうよね。そうね、あの生を見ながら生放送ができるって、なんかいいよね、やっぱり。すごいね、生の良さだよね。そうだね、うん、テレビで、ね、TBS っていう WBC を見ながら生放送をお届けしているて。そうです、そうです、ね、いいですよ皆さん、速報は即言いますからね。あ、というわけで、そんな春の訪れを感じさせる時期にふさわしい質問を思いついたので送らせていただきます。金丸さん、はい、今日の下着の色を教えてください。あ、僕いつもね、赤なんですよ。いつも。選ぶのは赤いのしか選ばない。っていうのはもう勝負パンツっていうことね。勝負パンツ。いつも。そうそう、なんかね、赤いのは。うん、